こんばんは。 MSTV ニュースをお伝えいたします。三岡初の新型 SUV バディを正式発表し、先行予約を受け付け開始しました。株式会社三岡自動車は2020年11月26日に三岡初の新型 SUV バディを正式発表し、11月26日より先行予約の受付を開始いたしました。バディは三岡で初めての SUV カテゴリーとなりますが、群雄割拠の SUV 市場の中、自然体でさらりと乗りこなせる相棒をコンセプトに開発を進めてまいりました。気持ちのいいアウトドアライフや仲間とワイワイ楽しめるサーフィン、スキー、他にもスタイリッシュな街の利用として、多彩なライフスタイルにマッチしたより幅広い世代にお楽しみいただけるよう、遊び心ある SUV を目指しました。これまでのクラシカルデザインでパーソナルユース志向が強い三岡ラインアップに、新たに機能性や利便性を兼ね備えた SUV カテゴリーを加えたことで、今以上に多くの皆様へ三岡らしく自由で遊び心あふれたライフスタイルをご提案いたします。バディは台数限定車ではなく、ラインアップとして2021年に50台、2022年以降は年間150台の生産を計画しております。おおむね2021年6月より出荷を開始し、お客様のもとへお届けする予定です。車両本体価格は5グレード合わせて税込469万7000円から589万9300円となります。以上、MSTV ニュースでした。はい。また三岡自動車からですね。はい。なんと SUV ですね。ついに三岡が SUV 市場に食い込んできましたね。はい、はい、前回ロックスターをですね、はい、うちも試乗させていただきまして、うん、なんかやっぱりこう、なんて言うんだろうな、元の車両が、まあ、ロードスターじゃないですか、マツダロードスター、はい、であれ自体もものすごくいいのに、うん、さらにそこにですね、外装をですね、はい、なんか昔懐かしいというか、まあ、アメリカのね、うん、それこそ昔の雰囲気で、そりゃ格好が良ければね、もう中身はもう確かなもんだから、はい、もういいじゃないですか。で、ね、我々も気に入って乗ってたわけですよ。多少トランクの開け閉めだけがこう来るのかと思いましたけど。あ、そうですね。今回の元となる車両は、はい、こちらがトヨタのラブ4をベースに作られているということですね。ラブ4売れてるもんね、はい、ねえ、そりゃダメなわけないよね。ほんとそうですよね。ダメなわけない車両にこの外装、はい、この外装、いやー、これはですね、うんうん、結構売れてるらしいんですよ、それが。はい、そうね、まあ、トヨタの販売台数とはまた違って、はい、三岡なりの、はい、本来はスペシャリティ販売だったところを、はい、今回はもうその枠ではない、これもう要はスペシャリティではなくなってしまうような台数になってくると、またちょっとね、難しい問題も出てくるかもしれないんだけど、うん、まあ、今まで三岡がやっていた、まあ、限定販売とか、そういう台数の枠を超えて、やっぱり SUV 売れちゃうんだ、なんかちょっとね、寂しいなこれそうですか。三岡さんにはやっぱり、はい、常に少ない販売台数ですごいマシンを頑張って売ってほしいなっていうね。そうですね、少数派でね、少数派でね、はい、だからこそなんだ、変わったものに乗ってる自分に対しての価値観がやっぱりある、うん、ああ、そうですね、うん、三岡なんて街でよく見かけます。いや、ロックスターね、うん、たまにだけど、でもね、やっぱそんな多いわけじゃない。あ、やっぱ自分一人が乗ってたら、はい、かなり優越感に浸れると思うんだけど、これ街中に溢れたらそれはそれで困るなと。ほんとそうですね。でしょ、はい、うん、だけど、うん、この形格好ね、それこそこれは昔のアメリカのバンみたいなね、雰囲気だけど、いまだにこの形が好きで、うん、古きアメリカのバンを中古車で買ってきて一生懸命乗る人がいるわけですよ。だけど壊れる、これはもう仕方がない。そうですよね、うん、あれに乗りたいけど、はい、そう、手に入れてきて乗ると壊れる、うんうん、これだったら
トヨタのって言っちゃいけないけど間違いないじゃないですか。間違いがないですね。でこの格好を楽しむというね。はい、まあ、唯一違う、ね、唯一違うのはちょっと車格感。あ、車格感でね。そうですね、はい、通常この格好だったらね、うん、まあ全長5メーター超えは当たり前みたいなね、うん、感じですが、ちゃんとですね、全長が 4.7、うん、全幅が 1.865、はい、全高が 1.685 と、まあ標準日本で、うんうんうん、まあ、乗れるサイズなので、そうですね、日本に合わせてくれた、はい、本当のアミションを持ってくるよりはですねだいぶ楽なんじゃないかなと本当ですね、はい、という形で、はい、うん、そしてグレードも結構ありますね。ありますね、肉四駆で、肉四駆、はい、2リッターバージョンから 2.5 リッターバージョンまで、うん、はい、という形でかなりレパートリーはやっぱり、まあ、あとハイブリッドもあるのか、うん、ハイブリッドもあるんだもんね。ありますね、これずるいよね、うん、っていうかさ、やっぱこれもよくトヨタもこうやってもう三岡とね組んで何かをするっていう柔らかさというかね、うん、逆に三岡自動車もそういうもう各メーカーとねこうやって組んでやるっていうことがもう普通に当たり前になってきてる。これ、うん、普通のとこじゃできないからね。本当そうですね、うん、だって工場の途中から抜いてきちゃうわけでしょ、うん、ある程度シャーシを、うん、それで自分たちの外装をうまくつけてやらせていただくっていうのに対して、はい、まあ、日本の全メーカーもこうやってもう認めてる三岡という一つのですね、はい、ブランドを認めてやっているということで、うん、安心して乗れるこのスペシャリティカーですよ、はい、うん、信頼を置いてるんですね、うん、ちなみになんですけれども、はい、あの2022年まで の、うん、あの生産分は販売してるそうで、来年じゃなくて再来年まで？そう、もう完売してるらしいですよ。だからに今は2023年からの生産分を受付してるみたいですよ、うん、マジですか。今回はじゃあ本当に限定こんだけしか販売しないようじゃなくて受付はするけど、はい、2年後、うん、3年後、2年後3年後にちょっと待っててねまたなんか作るでしょどうせって言っちゃいけないのかその間にその間にって言っちゃいけないのかね、はい、はい、まあ、150台限定でね、職人さんが手作業で、はいはい、やってくれるそうなので、150台限定で、あ、限定じゃないですね、失礼しました、150台生産目標だね、これね、生産目標、ね、生産の計画だね、はい、はい、年間でやっていく予定らしいんですよね。そう、はい、まあ、ここがスペシャリティかな。限定販売にはしないけど、はい、作れない、そんなにたくさんそんなにたくさん作れませんみたいなね、はい、逆にそういった形で、街中にね、まあ溢れるというよりは本当に好きな人の分をですね、はい、まあ、150台でやって、はい、もっと来るっていう車をたくさん作れるようになったら、うん、こう生産のねシステムを三岡さんももっと広げたいと思ってんのかな。こうやって少しずつ売れると生産拠点をね少しずつ増やしていけるかもしれない。そうですね、そうでないといつまでたっても、はい、100台限定とかね、うんうん、っていう風にしかできていかないと思うんだけど、今こうやって生産台数は受けますよ、どのぐらい来るのかなって言って、これが例えば今1年目で150台をもう超えてしまって2年目、300台、要は400台500台来るようになったら、はい、最初の年に300台ぐらい作れるようなシステムを作れればいいんですが、先ほど言ったようにスペシャリティカーの三岡であってほしいなと思うと、いや年間100台ぐらいがいいんじゃないですかみたいな、そういうわけにいかないね。超えてほしいけど、まあそういうわけにはいかないですね、企業ですからね、はい、はい、こんな厳しいですね、はい、社会状況の中本当にですね頑張って、はい、やっていると思うので、我々もでも乗ってみたいですね、やっぱこれもね、本当そうですね、はい、使い勝手は良いと思いますから、はい、あのこんな車でね、取材とか行けたらいいですね。うわー、スペシャリティスペシャリティスペシャリティですね明るい気持ちであの撮影ができると思いますよ。本当そうですね、はい、はい、ということで、もうだいぶ10分ぐらい経っちゃったかな、はい、はい、ニュース、今回は三岡さんの、まあ、新型 SUV っていうか、まあ、SUV 初ですね、はい、やってきたということ で、ね、報告していただきました。いやー、車って本当にいいもんですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また番組制作スタッフも募集しておりますので、どしどしご応募お待ちしております。詳しくは詳細欄をご覧ください。